島県広野町。太平洋に面した小さな町。広野ってどんな町だったのでしょうね。応援職員として岐阜から広野町に来た私は、満期を迎える今年の春、広野とお別れをする。はじめは雪国に赴任だって胸を躍らせたけれども、東北らしい雪はまだ一度も見ていません。ここは浜通り。東北なのに雪が少なく温暖な気候。広野はどうでしたか？どんなところが好きですか？私は広野で何を見たのだろう。もう一度広野を知るために町へ出かけました。めったに雪は降りませんし、あったかいです。子育てはしやすい。広野といえば穏やかです。バナナ、みかんです。何かといえばやっぱり東北に春を告げる町。火力発電所。ジェイビレッジ。ジンダオサウルス。浜下り神事に大滝と御社山。この看板に全部あるな。多分どこも行ったよな。ねえ、お日様ある？え、お日様？お日様って太陽のこと？そうだよ、お日様だよ。お日様か。お日様か。お日様、どこにもないね。さっき話しかけてきた子供たちは、どこかに消えてしまった。なぜかあの二人が言ったお日様のことが気になった私は、太陽と広野町が何か関係しているのかもと思い調べてみることにした。すると、ことのほか簡単に次から次へと見つかった。例えば、広野が舞台の童謡、トンボの眼鏡の歌詞に出てくるおテント様。小学校の校歌には、朝ぼらけ。広野さんバナナの名前にも。町の歌には、日の出の松が。ん？日の出の松？広野と太陽の関係性をもっと知りたくなった私は、町の歴史に詳しい広野町観光協会会長の鈴木さんを訪ねた。奥州日の出の松というのが、まあ、正式な名前でしてね。奥州日の出の松？その通りです。それから鈴木さんが話してくれました。奥州日の出の松が日本三名松の一つに数え上げられていること、安寿と図志王伝説との結びつきのこと、日の出の松がなまって日の出の松と呼ばれるようになったとも言われていること、そして数年前に残念ながら松は台風被害で枯れてしまったけど、同じ松から苗を育成してもう一度大事に育てていること。お日様って広瀬のことだったんだね。ここから見える日の出は綺麗なんだろうな。このかつてない大胆な発見を小さな町から全国へ向けて声高く宣言するために、早速町の皆さんと大調査を開始した。楠本美幸さん、米作りに意欲を燃やして広野に移り住んだ農業女子。遠藤昭夫さん、消防士でありサーファー。天気を見ればいい波がわかる。
根本長幸さん。小学校の元校長先生は太古の化石から色のを考察する。鈴木正則さん。色のの昔話や伝説を子どもたちに語り伝える。そして今プロジェクトの火付け役、坂本かのりさん。海がない岐阜県から来た彼らのライジングさんだ。このプロジェクトチームで考えた調査方法がこれだ。まず日本一美しい日の出は海から昇る日の出に限定。全国で太平洋に面した都道府県は次の20。さらに太平洋に面した市町村はその数ざっと300。その中から史上初、海から昇る日本一美しい日の出の街をコンテストするために、色の街と共通する次の3つの条件で日の出が見られる街を選出した。日の出が昇る海が東側にある町、日の出が町の暮らしに寄り添う町、日の出が年間を通して岬や入江に隠れない町、これらの条件を満たした町を7つのエリアからセレクト。その名も日の出セブン。いずれも広野町より名の知れた自治体ばかりだ。では紹介しよう。エントリーナンバー1、北海道代表、宇宙の街づくりを推進する大樹町。東北代表、もちろん我が町、福島県広野町。お次は日本列島で最も早く初日の出が昇る町、関東代表、千葉県銚子市。どうする東海、国際観光温泉文化都市、静岡県伊東市。関西代表は太陽の中に住む霊力を持つヤタガラスがいる町、和歌山県那智勝浦町。そしてカツオのように日本一を釣り上げるか、四国代表、高知県黒潮町。最後は地名の由来が日の出の方を直に向いている、九州代表、宮崎県日向市。さあ、史上初の日本一美しい日の出の町を決定する日の出セブンが出揃いました。当然ですが、美しい日の出が見られるかは何よりも天気に左右されてしまう。そこで手っ取り早く、気象予報士が150名以上所属する大手気象予報会社ウェザーマップさんに相談した。はじめまして、調査のご協力をお願いできますか。はい、はじめまして、気象予報士の河津誠と申します。よろしくお願いします。好きな天気は春を感じる南風。気象予報士の河津誠さんにご協力をいただきました。日本一美しい日の出を目指しているんですけど、どのような調査方法がありますか。で、私の方で思いついたのは、雲が多いと日の出っていうのは見られないものですから、その海の向こう側に雲がどのくらいあるかっていうのを、全国各地で調べてみたいと思います。まず一つ目の調査方法は快晴の日数。日の出の時刻、太陽が昇る方角に雲がどのくらいあるのかを調査。雲の割合が2割未満であれば快晴なので、日の出が見られる機会がどのくらい多いかわかるのだ。あともう一つはですね、そのエアロゾルといって、目には見えない粒が空気中に浮かんでいるんですけれども、PM2.5 なんて呼んだりもするんですが、空気中にどれくらい浮遊しているか。もう一つがエアロゾル調査。空気中のホコリや花粉、PM2.5 などがどの程度浮遊しているかを調査。見通しのいい澄んだ空に美しい日の出が見られるかを判定できる。快晴日数とエアロゾルの調査は河津さんに託し、期待を募らせ待つことに。その間、広野町に伝わる日の出や太陽のことも調べた。すごいですよ、お写真。
伝説が多いってことは、その地域をいかに人が愛してたかってことはね、歴史ですよね。ついに気象予報士の河津さんから待ち望んだ調査完了の連絡が。メンバー全員が固唾を飲んで調査結果に聞き入った。では、調査結果を教えてください。見通しの良さ、エアロゾルがどれくらいあの空気中に浮遊しているのかどうかというのと、あとはあの広野町や全国各地で、どのくらい、改正の日数があったのかというのを調べてまいりました。まずはエアロゾルの調査結果。広野町は、北海道にはちょっと及ばなかったんですけれども、それでも全国2位に当たる値が、計算値として出てきました。広野はなんと2位にランクイン。東北の太平洋側や北海道は大陸からもたらされる PM2.5 の影響が少なく、また排ガスなども少ないため見通しがいい綺麗な空という好結果に。この辺の位置ですよね。ギリ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 ですね。続いて改正日数の調査結果。それがこちらの表になります。広野町がこの7地点のうち一番改正日数が多かったということですね。なんと改正日数は広野がトップにランクされました。エアロゾルの調査は大気町に次ぐ2位だった広野町、しかし改正日数では大気町をしのぐ1位を記録。確かに今日雲一つないよなって話すことは多いかもしれないです。確かに。では気象予報士河津さんの最終的見解をお聞きしよう。広野の日の出は日本一美しい日の出なのだと宣言できるでしょうか。はい、日本一美しい日の出が見られると言っていいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。日の出に恵まれたおかげで日の出に寄り添いながら暮らしてきた広野町。ここに日本一美しい日の出の町を宣言します。広野のこの朝日は一番だってそんなふうに思ってますね。毎日見に来て気持ち新たに頑張ろうと思います。まあ優しい光を受けて
で住んでる方もやはり優しい方々で、ここ本当に広野町に住んでよかったなって思ってます。あ、ここから体温が上がるんだとか、そういうのを独り占めするんじゃなくて、みんなと共有したいと思ってます。岐阜に帰る最後にいい思い出ができてよかったです。いろんなことがあったんですけど、よかったです。ここで頑張れて。頑張ります。